さあこんなですね星型の図形があった状態でここの x の長さを求めなさいと、まあ、全部ねセンチメートルセンチメートルで、まあ、センチメートルでもミリでもメートルでも何でもいいんですけれども、長さが与えられている。最後ここだけ求めてくださいってやつなわけですね。さあこの状況だけだと非常にやっぱりね難しく感じるのかなと思います。まあ、ただあることに気づいてしまうとですね非常に面白いわけですね。まあこのまま見ていても拉致が開かないので、頂点同士をこういうふうに結んでいって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 みましょうか。でそうするとね、例えばこの直線上で考えていってほしいんだけれども、ここからここの長さ5センチって与えられていると、ここからここの長さ3センチって与えられているじゃないですか。ということは何が言えるのかっていうと、この三角形の面積とこの三角形の面積って5対3になってるはずじゃないですか。ここの面積とここの面積ですね。なんでですか？だってここの底辺の比が5対3じゃないですか。高さはってやったら高さは共通じゃん。ここからこういうふうに垂線を下ろしてあげればこれが共通した高さになってるわけだから、底辺の比が5対3だから面積比も当然5対3ですよね。という流れでどん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 これを基準にしてやっていくと、はい、こっち行きましょうか。こっちね、ここ2センチです、ここ2センチですよね。ということはここの面積っていうのを考えていくと、底辺の長さが2センチ2センチで同じなんだから面積も全く同じ3で表すことできるよね。これが3だったらこっちも3になるよね。これもさっきと同じで高さが共通してるからです。同じ理由で考えていくと、これも高さがここって考えてしまえば、ここの面積とここの面積っていうのは底辺の比で出すことができると。3対6すなわち1対2になってるわけですよね。ということはここの面積を2倍にしたのがここになるわけだから、3を2倍して6になるわけですね。はい、また同じようにこっち側行きましょうか。高さっていうのがとかこういうふうになっていると、はい、ここの底辺2センチでこっち4センチですから面積比は2対4です。1対2ですよね。ということはこの面積をさらに2倍することになるので、ここの面積は12っていうふうになるわけです。そうすると最後出てきますね。はい、ここの長さが分からなかったわけなんだけれども、こういうふうに見てあげれば6対 x が12対5になってるはずでしょ。 OK、 6対 x が12対5になっているはずですよね。すなわち x はどうすればいいんですか。12分の5倍すればいいわけですね。6を12分の5倍してしまえばよかったわけです。 2.5 センチっていうふうになるわけですね。内向外向の積っていうふうにやってもいいし、単純にさ、12と5だったら12分の5倍してるわけじゃん。面積 12で割って5倍すれば12は5に変わるわけでしょ。 12×12 分の5ってやってるんだよね。だから6を12分の5倍すればいいよねって話ね。12対5っていう風になってるんだから、6っていう長さを12分の5倍したら x になるよねって話ね。 OK、 はい、っていう風にね求めることができるわけですね。まあ、だから外側に三角形を作っていって同じ直線上で考えていけば三角形の面積比が求められると、面積比を利用していて長さを求めてしまえばいいですよねって話だったわけですね。はい、非常に面白い問題なんじゃないのかなと思います。皆さん解けましたかね。